ショックは絶望的でした。急にやっぱ噛むようになっちゃったんですよね、前触れなく。あ、でもやっぱり心臓のあれと通院重なりすぎてた時とか、やっぱり一番その時が家にいてもピリついてたんで、休まる時間がなかったんだと思います。朝早朝から病院連れて行かれたりで、待ち時間とか薬もいっぱいだから待たされるじゃないですか。それでやっぱり他のワンちゃんも苦手なのに、やっぱり他の子をねギャンギャン言ってる子とか、遊ぼうって寄ってくる子とか、いろんな子がいる中で、どっちもいますか、ね、待ち時間は車の中なんですけど、薬の待ってる時間は中で待ってたんで、だからすごい全部がストレスだったと思います。ご飯おいしくないし、療養食で。それまで何をしてもほとんど怒らなかったですか？怒っても、この口のとこにえーってしゅあ、ちょっといいぐらいな感じで、噛むことはなかった。なかったですね。あ、寝た。そうですね。なんか、あの、ね、もう本当に気になってきた。ブラシとかブラシとかブラシとか。遊べるの。元気が出たね。欲しい人。タッチ。タッチ。よし。ビュー。危ない。持っていけ。あ、上手だ。上手だね。おー、すごーい。上手。
はい、上手。そうそうそう、すごいね。チュイチュイチュイ。あー、リコー、すごいじゃん。手を戻してみます。